動物の体を加工した容器画像はアルマジロの体を使ったバッグ。羊やヤギの比較を加工した水筒は動物の体を加工した容器としてもっと広く知られており、この種の用途は人類史上最も古い可能性が高い。食器としての土器最古の栽培植物の一つとされる氷炭の実を加工して作った容器。画像はケニアのもの。なお、氷炭の パンの字には竹製の丸い容器。使わない風呂敷は単なる布であるが、包むことで容器の機能を果たす。衣装を凝らした木製容器。画像は重箱。紙袋は紙製の袋であり、容器の一種。画像のものは透明ビニール製の窓付き。色とりどりのガラス瓶磁気製の人形を収めた展示用のケースを掃除する女性。ウィリアム・マクレガー・パックストン・ザ・フィギュリン。 アメリカ人画家の手になる1921年の油彩画。貨物用のコンテナは貨物の輸送にも長期の保管にも利用されており、収納する物品に合わせて特化した機能を備えたものもある。その意味では究極の容器の位置形態も言える。容器とは物を入れる器物。容器は看護であり、大和言葉では器、入れ物という外来語もあり、ケースが 代表的であるが、細分化された多くの語がある。最も古く、用法も多岐にわたる、山と言葉は、器で、古くは、器物といった。英語では、コンテーナーが、最も近い。この語は日本語には、音社系、コンテナー、コンテナとして入っている。この外来語は、由来語にもある一語義で用いられることが多いが、広く、容器の意味で使われることはあり、21世紀前期、 前半には特に増えてきた。容器は物品の保管や輸送の際などに幅広く利用される道具である。用途によっては装飾が施される場合もあるなど、その形態は様々であるが、入れるものの性質によって様々な機能のものが使い分けられる。多くの場合において入れられるものの性質に即したものが利用されるが、さらには入れられるものに即して新たに用意されるものもあり。 汎用のものから専用のものまでさまざまなものが利用されている容器には再使用を前提とするものと使い捨てを前提とするものがあり 例えば、口術する瓶だけを取っても、リターナブル瓶と、ワンウェイ瓶のような利用形態による分類もある。また商業における商品を入れ消費者の手元まで、内容物を保護するための容器として、パッケージという形態の使い捨て容器があり、一方では繰り返し使うための汎用の、運搬のための道具として、カバンという一種の容器が存在する。ケースと呼ばれうるものでは、内容物は常に決まっているが、 その内容物を適切に保存し、必要に応じて取り出して使うための道具と言える。特にケースの場合は内容物が消耗品として消費され、適時入れ替えられるものも含んでいる。所定の目的に即して必要な物品をひとまとめにしておくための容器も見られ、言葉子ではその目的別に様々な箱が日常的に利用されている。こういった容器は、 人間が文明を築いていく過程で様々なものが作られ利用されてきた。今日人間を人間たらしめている文化的な生活を支えるには容器は不可欠であり、人間の活動が見られる場所には様々な容器が広く用いられている。また、この容器は時に経済、社会上における概念として用いられることがあり、主に領域に関することで使われている。 ありがとうございます。